俺がニュースーパーマリオバーズを買ってもらったのは確か8年前のクリスマスのことだった。初めてマリオやった。楽しかった。だがワールドリーの城、あのあまたの土管からグラさんが出てくる光景に俺はトラウマのようなものを覚え、マリオをやらなくなった。1年が経った。またやり始めた。ワールドリーの城をクリアし、そのままクッパ城まで行きクリアした。だがそれは父さんと2人プレイによるものだった。わずっとシャボン玉だった。それらクリアしたとは言えないよなと思った俺は、また一人プレイで最初からやり直した。期間が空くたびにそれと最初からやり直していることを何回も繰り返した。妹と二人で協力しクッパ城も行ったこともあった。だが結局クリアすることはないままリスーパーマリバーズビーはどこかに消えていった。だが2018年10月ついに流れ探していたリスーパーマリバーズビーが発見された。俺は絶対にクリアしているという道を決め、またマリオを始め、そしてついにゴールの手前までやってきた。さあいざ8年生総理終止符。はい、皆さんボスです。いやー、ずっとクリアだけやったこのゲーム、この時のためだけに Wii U をリビングからこの部屋に持ってきて2万円以上する毒ガキを買い、そしてクッパ城まで進めてきた。さあ今こそ最終決戦の時、クリアしちゃうこのキャラ。9年の戦争に終止符を打ってやる。ついに来たクッパ城。さてどんなステージなんだったっけな。いや、きっと難しいですよこれ。よし、集中していきましょう。まあ最初はなんか普通のオーソドックスしようって感じですけど、ワールド1の城にちょっと似てるような気がしないでもない。ただね、まあそのね、もう単純な難しさ段違い。ファイヤーバード出てきやがるし、ちょっと待って、あ、ちょっと早い、死ぬの早い。ちょっと待って、残機40件って耐えるかな。いや、一回ワールド2の3でね、あの無限ワンアップしてきて1回99にしたんですけど、もうそれからだいぶ減って7巻ないともう40ですからね。クッパ城スクリアするのに残機40で足りるか。まあなんとかなるでしょう。やってやりますよ。このもうこれで、ね、もう実力上がってるんですよこっちだって。さあ現在大晦日、この平成3号で持つにクリアしている。さああのコール、小学生の方にはなかったネットで攻略情報を見るというテレビを使って、なんだあの相手のパネルを全部バーってやってきた結果だ。多少使って相手をそりゃ山で使ってきたが、もうここにある相手も全てこのクッパ城に捧ぎ込む勢いで使う。多少無視することはない。最初はねスターコインとか全部使ってパーフェクトクリアしようと思ったけどね、俺には V だって分かったんだよやっぱりね、ただクリアするだけなんだよ。2が重かった俺には。2の3点に気づいた。だがこうして普通にクリアできなかったゲームをクリアしようとしてんだよ俺は。まあただ普通のクリアというよりは、まあスターコイン全部コンプリートしないといかんとかそういうわけではないが、ただ裏技とか使って、まあつまり隠しゴールとかを使ってゴールするのはどうなんだっていう話なんだ。だから俺は隠しゴールとか使わずにワールド 1,2,3,4,5,6,7,8 とクリアしてきたんだ。そして今ここにいるんだ。クリアしていこう。では絶対このステージを。
ったな。もうちょっと、よし。さあ、この骨をうまいこと降りていって。よし、オッケー。クリアクリア。よし。まあ、最初のところは簡単だな、これ。とりあえず、この骨を慎重に渡っていけば大丈夫。見た目ばっかりなんかすごそうな感じ出してるけど、結局は普通の落ちてるから変わんねえんだよ。でこの辺にはアイテムないから、ないか。チミの状態か。いやでももうそろそろ中間のはずあってほしいけどないよね。ああ、そうそう、ここ、この骨で降りていくところ。あったあったあった。よし、オッケー。よし、いい感じに。どう順番間違えたらこれ死ぬな。ただどう順番、最適な順番があるはずなんですよね、これ。こっち、ハイヤーバー違う。さあ、あんなスターコイン取れるわけもない。いやあ、別に俺は、パーフェクトプレイしなくたっていいんだよ。で、しようと思ったら負けなんだよ、パーフェクトプレイなんて俺は。みたいな凡人か。よし。動画までやってき、あ、ちょっと待って、ミスった。ああ、ミスった。ちょっと待って、絶対あの動画の先さ、中間来てあったじゃん。うーわ、なんてこった、パンダコッタ。突然パンダコッタが出てくるぐらいには、今、なんてこったですよ。攻撃サイトにさ、最短攻略みたいになったんだよ。その時間約40分にニュースーパーマリオバーズ Wii をクリアーみたいなこと書いてあったんだけどさ、できるわけないじゃん、もう。誰が、あれさ、書いた人はさ、多分さ、もう、あれだよね。何もうスターコイン全部取るパーフェクトクリアだって余裕でやってんだもんね。だっておかしいもん。クッパ城の勝負時間4分って書いてあるんだぜ。なんだよって話だよね、もう。舐めとる以外の言葉が見当たらないよ。よし、いけるいける。土管、もうそそ、赤い土管が見えてくるはず。ちょっと待って、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 でも大丈夫、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 大丈夫。いけます、いけます、やってみますと。ロスいきますよ。この。さあ、この。ガキつか、紅白知るか、あれまたリースバーバリオバーズのミルクリアじゃ。あ、ちょっとミスった。いけるいける。よし、そんでこうやってハイヤーバーが回って、ハイヤーバー行っていく、行っていく。はい、はい。よし、行った行った。あと少し、あと少し。さあ、このファイヤーバー地獄。たまたま見せられなかったけどね、なかなかここめんどくさい。いや、まあ、そこは難しくもないんだろうけど、ちょっと見せると、ナイスだから慎重にいかんと。さあ、この骨ゾーンね。第一骨ゾーン。このスターコインは簡単に取れるか取っていく一応。スターコイン取る瞬間はもやってないですけど、スターコイン取らない瞬間もやってないんで。取れないところは普通に取っていきますよ。ちょ、あぶねえ。今のはおかしい。よし、どこまで行った。ただな、この土管入った後まだ中間地点じゃないんだよな。それが地味にきついんだよね。多分ここを抜けたところを先に、この第二土管の先に多分中間地点あるんだと思うんですけどね。で、ないと困る。もう第二土管の先で中間地点なかったらね、もうかなりきついよ。ちょっとこれはきつい。しげる、慎重に、慎重に行こう、慎重に。あー、死んだ。どか行った、大どか行った。え、マジでもう、あれこんな早かったクッパ。え、嘘でしょ。ついに来たか。ついにクッパ戦か。何か俺のイメージのクッパ城の中間地点2個くらいあるイメージだったんだけどな。よし、来た。
さあこの最終決戦の BGM とともに、さあ炎、この炎と共に7年か8年かいや9年かよくわからないウトリック超える人生の約半分戦ってきたニュースーパーマリオバーズ B。 さあ今その戦争に決着をつけんとする最終決戦、クッパで利用してきた。クッパだ、クッパが来たぞ。殺し屋でもやるか。よし、ちょっと炎を避けて、この隙をついて、あいって、やめる、ボタンを押すでか。さあ、グッパグッパ。いや、父さんと2人プレイやった時はな、ここでシャボン玉だったんだよな。懐かしい。さあ、ついクリア。あ、クッパを倒して、ピーチ姫を助けるとはいかないんだよ、このゲーム。もう、こっから、本番はこっから、いや、ご了承でいけるか。父さんがテンプレでやってたけど、父さんはな、もうご了承で行ってたからな、一回だけで。よし、いける。大丈夫。行ってる。この一回で行ってる。あ、カメ食ってませんだ。さあ、うん、毎年シーズン、これ、クッパの巨大か、もしくはパワーアップ、第2段階。ああ、炎で壊されていく。パワーアップアイテム、パワーアップアイテム取る。よし、ああ、この炎をまたの地味。うわちょっと、むずい。なにこれ。いや、ここ自分で言ったら初めてだからさ、よくわからない。うわなんだこれ。なにこれ、一元すぎるじゃん、むずさ。難しさが一元。だから、出し惜しみはしない。まず、これで言ってみますか。豆キノコ。豆キノコ。はぁ、あ。よし。豆キノコね、まあ、地味に強いですからね。特殊な強さですけど。さあ、明らかに合っていない扉とマリオの秘密だ。ああ、いい。そんなものだと俺もいい。あ、行ってやるよ。ちょっと、調子乗りすぎた。豆キノコで調子に乗っちゃうと、なんかすぐどっか当たりますからね。気をつけながら行きましょう。今当たり合ってないの。びっくりしたわ。あ、今当たったらやべえって思ったけど。マジか、豆キノコ強え。さあ、クッパ戦2回目。さあ、何回でも言ってやる。このクッパの壁画をな、背景にな、言ってやるよ、何回でも。え、ちょっと待って、さっきこんな攻撃なかったじゃん。なんか何、2回目から強化されたか、何だろう。おお、あっ、外れた。あ、しょうけ。まあ、ここはあっさりと倒していく。え、まだこうくらいやろ？ネタバレしたじゃん、もうさっき。なるほどね。あの、ピーチシーンはくらいはもうなくなるんだね。よくわかんねえな。なんでだよ。もう神か何かに飛ばされてんだ、お前は。さあ、豆キノコでクリアしていくぞ、ここを。そりゃあ！はぁ？どうしろと。まあね、本部屋超えですよ。さあ、このシリーズ、オリジナルアイテム。お前が地味に好きな動物ペンギン。最強アイテムでしょ、おそらくこれが。マリオ史上、最強アイテムだと俺が思っているペンギンマリオ。もともとね、これにね、なかなかね、他のマリオじゃ見られない。アイス機能に。アイス機能、腹滑り機能に、さらにこの滑り止めつけて、この足裏という滑り止め機能付きというね、最強アイテムですよ。このペンギンで、クッパを倒す！いける。これ、あ、消えるわ。
この炎はアイスいけるな。よし、じゃあ消しながらいきますか。でもアイス強えわ。多分アイスで、ね、ニュースマリオバーシリーズしかないんだよね。いや、ほんと、強い。アイスは強い、普通に。炎規制っていうのはでかい。よし。さあ、クッパが飛んだのをスキリ。さっさと、あのボタンを押す。まあ、お前のな、ちっちゃいクッパに変わってやねえんだ。こいつは弱いんだよ、ボタン。このスキリさ、押しとけ。まあ、もう、こんだけの前からさ、この後だよな。あ、そのくらいいらんって。お前まだ直してるって分かってるだろ。はい。はい。さあ、魔法の粉が降りかかって、クッパが、ドドーンとカメックと吹き飛ぶ。クッパの目が赤いよ。なんかもう、当時、もう、さあ、ここを破壊、さあどんどんブロックを破壊しながら行ってまいりましょう。あぶねえ。ちょっと死ね。あ、ちょっとこれいかん、これいかんやつ。積んだ積んだ、半分積んでる、半分積んでる、これ。あ、でも、あ、いける、なんとかいける。あぶねえ、あぶねえよ、いちいち。あぶねえ、大丈夫。この最強相手ペンギンの力さえあれば、この滑り止めパワーがクッパを倒してくれる。あれ、これ手でもブロック壊してくるんだな。もうね、このね、クッパがね、ブロック壊してくれないと先進めないからね。だからもう刺すと、クッパを置いて先に行くこともできないっていうね。おし、いける。最強相手ペンギンの力さえあれば、やっぱり消えないんだね。こう、第二段階クッパの炎はやっぱ、ペンギンを持ってしても消せないっていうね。マジか、マグマが涙を聞いてる。さあ、クッパも、しゃー、ちょっと待って、落ちた。マジか。まあ、マリオってやっぱアクションゲーム、RPG じゃなくてアクションゲームだからさ、設定が漠然としてるか分かんないけどさ、クッパが本当に悪なのか分かんないんだよ、地味に。なんだお前、ほんと。クッパとね、キノ、クッパたち、クッパになるキノ報告ってどういう関係なんだろう、ほんと。あれですかね。それとマリオとピーチの関係の方がもっと謎ですよね。なんだおい。今から勝手な独自解釈話しますけど、あれじゃないですか。まあ、キノコ王国がこの世界の、キノコ王国っていう国があって、でかい国が。そんで、まあ、世界の大部分を支配してたの。で、まあ、世界を支配していたキノコ王国というのがあって、そしてそこにクッパ軍団という、まあ、判断分子が現れたと。キノコ王国の軍隊であるキノコ軍は、まあ、マリオが、まあ、兵長で、そんで、まあ、ピーチ姫と深い関わりがあったと。まあ、そんで、クッパ軍団という、ハンダーブシがついにキノコ王国占領に踏み切り、ほんで、ピーチ姫を、もう、かっさらっていったと。だいぶ、キノコ王国をだいぶは支配され、で、まあ、ってなところにクッパ軍団の敵がいると。そんで、そんな中を、マリオは、まあ、まあ、キノコ王国軍の、まあ、兵長として、突き進み、クッパ軍団の本拠地、クッパ城へと着き、で、プリチベを、助けてくると。なんか、設定そんな感じじゃないですか、多分。知らないけどね。でも、これでね、だから結局ね、一体どちらが悪で、どちらが正義かって話だよね。あれ、なんかな、
それよく考えてみや、昨日多くの住民ってさ、なんかさ、みんなさ、キルピオをあの似たような形してるのにさ、マリオとかピーチームだけ違うじゃん、形。この世界はまあ、現実世界ちょっと違って、まあ、ファンタジー要素あるんで、ちょっとファンタジー要素を間違えて話せば、だから、なんか、なんだっけ、江戸時代でさ、なんか、名字が武士とかしか名乗れなかったっていうのあったじゃん。それにとこの名字というのが、この世界で姿なのであれば、納得つきません？要するに、あの、なんにもないキノコたちは、あ、はい、まあから、キノコを食いたくさんいるキノピオたちは、名字がない平民なんですよ。まあそんで、ピーチとかマリオとかが特定の姿を持った人が一部の上層階級と。そしてそんな差別社会に革命を起こそうとしたのがクッパで、ほんでクッパは、その姿を与えるということで仲間を増やし、そんでキノコ国を占領しようとしたと。そう考えるとなんかクッパってなんか、一概に悪と言えないような気がしてきませんかね。いやまあ、勝手な妄想ですけど。まあそれ言ったらまあ、キノコ国の方が、正義っていう考え方の方がよっぽど考えやすいんですけどね。ただ単に、まあ、例えば、考えやすいっていうか、普通に一般的に言われてるのであれば、一般的に言われてるのか知らないけど、まあ、普通に考えるのであれば、ただ単に、ピーチ姫可愛いって思ってるクッパが、ピーチ城まで来て、クッパが、ピーチ姫かっさらってたってだけの話なんですけどね。あれ、でもやっぱりね、話でもあるけど、まあ、さっき言った説、クッパ正義説っていうか、もうなくはないと思うんだよ俺。まあだからといってこのゲームクリアするんだよね。クッパ倒さなければ話にならないのよね。よし、行きますよ。さあ相変わらず必死。さあ自分の勝敗を決める。いや自分たちのクッパ軍団の勝敗を決める。あのボタンには触れさせないと。クッパ様必死です。だが俺は行く、先に行く、先に行ってボタンを押していく。よし、プロペラ強い、プロペラ強い、プロペラ強い。あーく、手が吹き飛んだった。いける、これはいける、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 いけるぞ、これ。おい、この流れは、来た、来た、この流れ来てる、この流れ来てる。さあ、やってやる。あ、あのボタンを押しに行く。俺はもうあのボタンを押しに行く。クッパ軍団の負けを決めるともに、おら、あちゃ、あ、落ちた。何か、ちょっと待って、今の中で押しに来たら最高だったのに。おし、オッケー。はい、プロは、外れた。あ、ちょっと、あ、オッケー。よし、死んだ。クッパを落ちていった。もうそのまんまさ、死んでくれたら、でもつまんないつまんないけど。でもね、楽なんだよ。またね、マリオシリーズ、あれ、クッパが巨大化するのはね、もうね、定番だからね。まあ、巨大化じゃなくても何かしらパワーアップするもん。俺がやってきたまでは全部そうだったよ、確か。おー、すごい。パッ。いける。おー、そんで、ここで、はい、やっていく。だが意味はない。もう HP っていうか、まあ、敵の攻撃で与える回数が増える以外、クッパは何も食らわないから意味がない。まあ、地味にクリモとか倒せるんだけど。あ、お、食らっちゃった。もういいや。これもう一回入れるだろ。危ねえ、危ねえ。このスターコイン地味に簡単だな。
もうさ、早く壊して、早く壊して、おい、早くブロック壊して、おい、ここのブロックを。どれくらいでこれ炎消えるんだ、俺は。2個以上ブロックを壊したら消えるとか、そんな感じかな、見た感じ。ちょっと、あ、手に入らなかった。パワーポイント、手に入れたい。入れたいけど、ワープだった。それ取れなかった。はい。さあ、ここら、第2局面。クッパが溶岩に置いてくる。そして、さらに必死さを回す。ちょっと。ああ、なんか、なんか変な声飛んでた。ああ、出される。ふぅ。ちょっとパワーファイトを使うの忘れた。ね、パワーファイトを使うの忘れるとこでな、勝っちゃったら足場ないよな。まあ、冷静になれば、炎は簡単に受けられる。まあ、あのくぼみ入るまでもないんですよ、正直。はい、はい、はい、っと。ジャンピング、あ、いけなかった。くわあ、もう余裕だよ、お前らが余裕なんだよ。勝てるんだよ。お前らが倒すんだよ。よし、チャイジー、オッケー。第一形態クッパーか。あっけなく終わる。もうね、もう何回いたマリオナンバーワンって。分かってよ、お前がナンバーワンなら分かってるよ。だって主人公だもん、このゲームの。いや、あれね、あるよね、でもあれ。あの、カメックの仕草で、ね、日常生活に置かれるよね。あるよね、あれ。なんか、日常生活というかさ、アニメとかでもさ、あれ出てこないのおかしいなって思ってさ、覗き込んでたら急に出てくるやつね。俺、日常生活なんてもよくあるよね。例えばね、まあ、突然出てこないけど、でもなんかよくあるよね、あれ。もうあの仕草にね、もう日常感を感じるわ。さあ、ブロックなんて壊してしまえ。あ、ちょっと、いい感じ。ブロック壊してくねって。よし、よし。OK、よし。クッパが次進んできて。よし、いいね。で、ね、この、今ね、クッパが炎を変えてね、状況ってね、ほんとにね、なんていうの、あのね、クッパがさ、あそこの炎入ってさ、ブロック壊さなければさ、クッパ死なないんだよね。いや、まあね、それはね、まあゲームだからね。あれだけど、まあ、どっかに書いてあったんだよね。なんか動画かなんか書いてあったんだよ。クッパとマリオはビジネスパートナーって。え、そうだわ。なんでどっちがいなくなったらゲームになんねえもん。あれ、いかん。よーし。やけね。ビジネスパートナーらしく。あ、マリオのやらネクとして、おとなしくやられてくださいね、クッパさん。いける。いけるぞ。今度こそ、次こそボタンを押してみせる。あ、この、クッパ軍団の負けを決めると同時に、おいらは7年か8年か9年かよくわからないが、とにかく人生の約半分を、費やしてきた、この戦いを、終わらせるボタンを、俺は押しに行く。あ、いかんいかん、ちょ、クッパが、すげえ近くまで来てる。いかんいかん。やった来たぞ全員来た、あ、出た、クッパ近い、うわ、これで終わりだ、うん、7年8年9年の近い、戦い終わり、お前の負けだ、来た、さあ、さらばだ、ここは崩れ、さあ、このピヨピヨを送る、
うどたまたのあがき、鉄板落ちていけ、お前の負けだ、死んでしまえ。ピーチ、さあピーチ姫、やってやりましたよ。一人プレイで、この人生約半分の戦いを、全員制してやってましたよ。さあピーチ姫、帰りましょう。キノコ王国へ。祝福クリアクリア、ただただクリアしたことを思わせる、終わりを思わせる、安らかな音楽。あエンディングだよ、エンディングだ、真のクリア、普通にクリアしたエンディングだ。さあ安らかな空、クッパ城を出ていく。どこ、おお、ルイージたち、お前このファイルで一回も使ってないけど、どうだ、お前どっから湧いてきた、え、マジでお前どっから湧いてきた。お前このファイルで一回もルイージとか使ってないぞ。あ、いい、さあついに、さあグッバイ、グッバイジョーひでえ、なかなかにひどいことされたな今。 あよかったよかった、ヒロピーはストイ。ああクッパさん、クッパギルの幹部たち、さあクッ最高幹部クッパ働けってね。おぉ、むっちゃ流れて、こんなバカな。まあそれそうか、あんなな巨大化してくっぱ晴れいな、威嚇してたら崩れるわな。まあ同級だが俺はもう行かない、クリアしたからな。はい、さあこのワールドジュース約半分の戦い収集を打ったところで、今回はここまで。それではまたこの